おはようございます。舞浜です。荷物がむっちゃ多くて、今日から一泊で BB バケパービズミニーの方に行ってきたいと思います。で、今日はミラコ泊なので、初日はパーチケがランドなので、まずこれは預けてから陸にしたいと思います。じゃあ鉄棒、今こちらで鍵が使えるようになりました。3月の10日がお誕生日ということで、こちらお誕生日のシールをご用意させていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ハーバービューじゃなかったっけ、僕。ハーバービューじゃなかった。2359。2359。それとハーバービュー2359。2回って初めてじゃないですか。じゃあ行きますか。いざミニスターへ。少な、まあ昼過ぎてますからね。残りもうだって今2時3、4、5、6、7、あと5時間しかない。残り時間5時間ですよ。正面突破感は。なんだこのから好き。もう周り誰もみんなが暇そうすぎて、こんな少ない。あそういうわけで、前回ミニスタ行った時はまあちょっと光ストロボの使い方がいまいちまだ定まってなくてですね、その後フォロワーさんに教えてもらってディフューザーなるものの存在を知ったんですが、それを買いました。これ直してもらえます。買いましたが、どうやってお見せしよう。あ、待って、30分、意外と待って、30分ぐらいで人はあの時間じゃないです。30分意外と混んでる。今パークに中しかいないんじゃないかっていう疑惑がありました。ガンレブにフューザーに GoPro っていう完全に俺と同じいでたちの人がいた。あー、かわいい。やばー。はい、決まりました。肌の艶が違う。ちょっとつないだったりからお知らせたりします。かわいい。あ、ミニさんの一人の写真 OK ですか。お願いします。せーの。あ、ちょっと待って、ボタン間違えてました。今キャンプしてるからおかしいな。すいません、もう一回いきます。せーの。あ、OK、バッチリ、ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。若干飛び感はあるかな。あー、伸びてる。列が伸びちゃってる。35分前後でのご案内です。この先最高でございます。こんにちは。
今日これまた完璧にしてきたもの。完璧。最近これ流行ってるんだってね、これ。あ、そうですね。でね、眩しくない。そうで、高くないからって言って言ったらば、これそこそこしましたっていう人もいたんで。あ、そうなんですか。これ安いでしょって言ったらダメだって。え、マジ。僕の4000円です。見たって大変なもんですよ。4000円あればね、4日ぐらい。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。皆様にご案内いたします。明日右側へ行きます。まもなく到着いたしますので、カメラ準備してお待ちください。すごい立派なカメラです。ありがとうございます。いらっしゃい。いやー、一人の。せーの。あ、バッチリです。バッチリ。めっちゃ可愛い。遊びに来てくださいね。ありがとうございます。デイマックス行きます。デイマックスのね、テーブルが切り替わるところを撮りたいんですよ。前ちょっと夜やったから暗くて、だから日が落ちる前に行っとかな。よし。ビジネスレベル上昇。ここ扉開くんや。何が出てくるの。あ、何も出てこん。皆さん、お待たせしました。左側ご案内です。どうぞ。中黄色い線で少しお待ちください。いってらっしゃい。お一人の写真を、可愛いのをお願いします。はい、ポーズ。あ、はい、大丈夫です。OK。 はい、はい、あとお待ちしてます。ぜひ行ってらっしゃい。ちょっと待って。あ、二段下げちょっと。安全のためお願いします。すいません、あの、はい、誕生日シールを。お誕生日なんですね。おめでとう。任せてください。今日いらっしゃったんですか。この後今向かっているところ。アレストランなどには消毒液をご用意しています。どこかお食事でも行こうかなとか、そういうわけではなくて、今日はあのバケーションパッケージで来て。そうなんですね。ってことはこの後ホテル。そうです。楽しみですね。ワクワクだ。じゃあね、無理なくのんびり遊べる。そうです、はい、お誕生日何日ですか。2月15日。あさってだ。今日みたいな。じゃあ合流したらね、胃の一番に渡してあげてください。ありがとうございます。お誕生日おめでとうって伝えてください。ありがとうございます。楽しんでください。はい。今日すごい皆さん早いですね、車が。来たばっかですよね。すごい早いなと思って。お代わりお願いします。すいません。いやいや、全然全然。お部屋入っちゃうと意外と涼しいって言っちゃう。そうですね、全然見えないです。なんか飛び取れないとこでもないです。あ、もう結構いろいろ。結構お帰りなさいですね。あ、そうです。あ、またお一人で。ありがとうございます。あ、かわいい。心の声。明日には移るのもいいですか。もうちょっとしたら。最後のお楽しみですか。最後のお楽しみに撮っといて、LINE カット、LINE カット、分かったら悲しくないですか。どのくらい回られてまだ3回目です。まだ3回目です。お待たせしました。プロジェクトあたりから始めます。あ、こんにちは。じゃあ行きます。あ、かわいい。せーの。あ、ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃーい。
ますよ。こんにちは、ミケ様、ご一緒で大丈夫ですか？はい、はい、じゃあマスクをつけたものと荷物を持ったものをよろしくどうぞ。はい、ちょっとすいません、一つ、はっきり言っちゃってもいいでしょうかね。いいですか、はっきり言って、はいはい、おめでとう。やっぱり、はっきり言った方がいいと思うんで、おめでとう。言われてもらった。いいよねって言ったけど、迷ったけどね、何言われるのかと思っちゃった。そっち、それでドキドキしてた。そんなキャスト変なこと言われた。あのね、どうしようかと思ったけど、畳みかけるようにおめでとう。ありがとうございます。じゃあミニちゃんのさ、はい、お祝いしてもらうよ。アピールしてきます。こういう風にしてやるから。まあね、でかい割にはね、どこ見てんだか分かんないからさ、頼みましたよ。はい、やってる時だったんじゃ、みたいな。ありがとうございます。ラブラになっちゃった。ひどいな。中の黄色い線でお待ちください。いってらっしゃい。キラしてるよ。ここお持ち、やば、かわいいな。専門の話。将来。おお、よいしゃがしゃがしゃがみ。背低く低めでいこうか。しゃがみだ。はい。いや健康。かわいい。かわいいの。何今の。何の所作ですか今のは。お待たせいたしました。皆さん2名様ですね、はい。カメラもご自身で撮られますか。お願いします。はい、でカメラお使いします。ありがとうございます。でちょっと行きましょうか。はい、2名様来てくれたよ。お待たせしました。2名が2人で。ありがとう。キラキラ。キラキラ。じゃあ一緒にこちらからで横の電信でお取りします、ね。はい。あそこ。あそこ、これ、これ、これでね。はい。では撮ります。はい。おはい、撮れました。ちょっとお手で確認をしていただいてもいいですか。手ぶれや目つぶりなどもないかと思います。あ、OK です。ありがとうございます。超かわいい。超かわいい。かわいい。こちら出発です。準備を行ってらっしゃい。でもめっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ完璧じゃない？マジ大倉さん何言われるのかな。これかなって思う。これがちょっと嬉しいです。あの前の段かな。一回突っ込まれてる。お兄さんこれ何ですかね。最近これ持ってる人結構多いのよねとか言って。高いのもあれば安いのもあるみたいだしとか言って。うん、分かってる。でも僕4000円ぐらいしました。4000円言うだって4食食べられるわよ。お姉かい。本当に2回喋りかけられちゃった。何言われるんか。お誕生日おめでとう。